メタリジウムは、バ角菌化に属し、分生子が緑がかった色調となる、昆虫病原子状菌。種によって様々な昆虫に感染し死にたらしめる、ことから、害虫に対する微生物農薬として利用されている。分類学上は、メタリジウム属に相当し、黒鏡病菌や緑鏡病菌と呼ばれる菌や、優生世代に、抗議の頭中なつくさを生じる菌を含んでいる。 分生子がク、口クラ分解酵素を出すため昆虫の体内に侵入する。メタリジウムが作り出す、ヒリボソームペプチドの一種でストラキシンが、毒素として働くため、感染した昆虫は、大抵2から3日で死に至る。昆虫が死に、湿度が十分な場合、体表に菌死が発生し、死骸の表皮は、緑色か、時には赤色に覆われ、胞子が生産される。 進化の過程で昆虫に免疫ができ、菌はそれに対抗するようになっていったため、種によって特定の昆虫にのみ感染しやすいなどの傾向がある。土壌中では根県で生育しており、メタリジウムが存在すると根や根毛の発育が促進される。メタリジウムは植物根に付着、侵入するエンドファイトとして、 昆虫由来の窒素成分を植物に供給していることが示されている。抗議のメタリジウム属にはカメレオンに感染する種も知られている。1879年ロシアの微生物学者イリアメチニコフがコガネムシの一種アニソプリアアストリアカに寄生する菌にエンティマフテラアニソプリエと命名したが間もなくミートリシウム属に移された。 その後の100年間で10種以上が命名されているが、形態上の分類は1976年に TU, ロックが M アニソプリエと M フレーババイライドの2種に整理したのが基本となっている。2000年以降、分子系統解析によって隠蔽種が見出されるようになり、かつての種名を再考したり、編集をために格上げすることが行われるようになった。さらに、 有性世代との関係性や禁煙種との系統関係が調べられた結果、2014年にミートリシウム属の定義を禁煙種を含むよう拡大する提案がなされている。この場合は30から40種ほどが含められることになる。世界中に広く分布する。日本では少なくとも、M アニソプリエ、M ブラニウム、M ペミフィギ、M ギズエンス、M レピドエティ。 エムモジュス、エムピンシャンス、エムラーベルツイのハッシュが報告され、中でもエムピンシャンスが優先していた。メタリジウムは、その感染機構から、昆虫以外に対して害がないと見られている。それを利用して、生物農薬としてバッタ、シロアリ、アザミウマなどの駆除に使われる。マラリア対策として、蚊に使われることもある。インターナショナルルバローサプログラムなど、 多くの研究グループが、M アクリダムを生物農薬として使う方法を研究している。研究内容は、特定の生物にだけ効かせること、生産性、輸送性である。昆虫の死亡確率は、昆虫の種類だけではなく、製材方法や気象条件にも左右される。例えば、油性の製剤にすると、乾燥地帯で効力を発揮しやすく、これをバッタに応用した。 ウルブ技術というものも開発されている。2007年8月、インド科学工科大学の研究チームが、m アニソプリエから抽出したリパーゼを使った、バイオディーゼル製造技術を発表した。ほとんどのバイオディーゼル製造技術で、加熱工程が必要なのに対し、この方法は、室温での実施が可能である。ありがとうございます。